はい、皆さんこんにちは。今日はアルペンのアウトドア白鳥なんだっけリゾートやったかな、まあいいやというところまで、来ています。動画の中でもお話ししていますが、わざわざキャンプ場へ来て泊まるのは私初めてです。まあ、特に私の家の前もキャンプ場みたいなところなので、わざわざ来る必要はないのですが、まあ、一度こういうところへ泊まってみたいという思いもあって今回来ました。平日ということもあるので、いっぱいではありません。まあまばらですが、私の隣には、まあ、愛知県のカップルが一組と、一時ぐらいにまあ、家族連れというわけでもないが、テントがいくつか張ってあります。まあ、そんな感じで10組ぐらいかな泊まってますが、周辺は、まだまだいっぱい空いているので、とても気が楽です。ということで今回はキャンプ映像になりますが、よろしくお願いします。全くのんびりとまったりです。本当にのんびりとこう一人でちょっと簡単な料理を食べながらゆっくりするのもいいです。気温下がってきたので結構寒くなりました。もう少し暗くなってからお風呂行きたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。今はですね、156号線を北の方へ向かってます。ちょうど今大和町から白鳥町、郡上市の大和町から白鳥に向かってるんですが、表示によると白鳥まで9キロ、白川郷まで70キロというところまで来ています。これを左に行くと郡上大和駅というのがあります。今でいう長良川鉄道ですが、昔は越美南線という、JR 時代、国鉄時代ですよね、いう名前で呼んでいました。で、私も学生時代からスキーをやっていたので、郡上の方よく来ました。まあ、スキーは通算どこかな20年以上やりましたが、まあ、今は、2年ぐらい前にちょっと思いつきで、滑ってみましたが、今カービングスキーといって、私たちが生えていた頃は板が、190センチから2メーターぐらいで、結構ステップターンで上から滑って降りてたんですけど、それがもう今160とか170センチぐらいの板になって、板の方からくるくる回ってくれるんで、まあ、ウェーデルとかパラレルなんていうのは本当に不思議なぐらい、数十年ぶり、30年ぶりぐらいに行ったんですけど、もう平気で滑れちゃうっていう、まあ、性能のいい本当に素晴らしい板になっているので、技術力っていうのはあんまり本当に必要ないという感じで、滑ってきました。で、今回、夏場ですので、これからキャンプ場の方へ向かっていますけども、こちらはもちろんスキー場のところにキャンプ場があって、標高1700メートルぐらいのところで、キャンプをします。冬はもちろんスキー場でゴンドラもあるようなんですけども、この夏のシーズンに
になると星空の観察会ということで、夜もゴンドラが動いていて、スキー場の頂上の方まで登れるようになっているそうです。で、多分今日は平日ですし、ゴンドラ動いてないと思いますけど、そこで、キャンプということなんですが、私は車中泊キャンピングカーでずっとやってましたが、いつも道の駅とか温泉施設で泊まったりしますので、キャンプ場で泊まるということはないです。で、昔まだ若い頃は登山に行くときにテント張って、そこで一泊して登山するというようなキャンプはやってましたけども、車で行ってそこで、車中泊と同じようなキャンプをするというのは今回初めてです。それで料金の方なんですけども、料金も私が泊まるところは、車でそばまで行けるということで、2000円で、入場料が大人1人1500円ということで、今日は3500円支払いますが、場所の広いところですと4000円とか5000円とか、また見晴らしの一番いいところはもう少し値段もいいのかな。それで、私はソロキャンプサイト、オートソロキャンプサイトということで、そこは車が入れれるソロキャンプできるところは一つしかないようなんですけども、通常のソロキャンプできるところは1000円ということで、テント1張り1000円です。ですから料金については、そこそこ良心的なのかなと思います。4人5人6人で泊まるところは、5000円というところもありますが、それはみんなで割れば安いものなんで、1人当たりの料金というのは、ほとんど変わらないのかなと思います。で、中にはテント1張り3000円とか、1人で泊まっても3000円4000円なんていうところもあるので、そう思えばいろんな人に対応しているいいキャンプ場だと思います。で、一番いいのは近くに設備がすごく整っていて、日帰り温泉もすぐ近くにあります。ですから温泉も入れて見晴らしも良くて、標高1700メートルですから、涼しいのかなというふうに、思います。で、今日、料理を何をするかと思ったんですが、あまり焼肉ばっかりやるっていうのは、最近健康志向が非常に強いので、良くないということで、うちの奥さんが作った、おかずをいくつか持ってきて、焼肉の方はネギマを焼くということにしました。はじめ飛騨牛をちょっと買ってみたんですけども、最近私動画を見てる人よくご存知だと思いますが、2月の終わりから食事を非常に気をつけていて、非常に脂肪肝炎の多い牛肉とか、豚肉はあまり食べてません。今まで嫌いで食べなかった納豆、キムチ、豆腐、くるみ、ナッツ類ですよね、そういうもので、あとお魚中心という感じで、野菜はもちろん食べますけど、お肉というのは鶏肉の胸肉かささみということで、けいちゃんとか皮のついたものもほとんど食べてません。ですから牛肉買おうかななんて非常に迷ったんですが、父の日に娘が非常に高級牛を送ってくれて、結構脂肪肝炎の豊富に入っているいい肉だったんで、その時食べた、ちょっと前に食べたばっかりですので、もう今日はネギマ数本焼いて、お肉は終わりということで、準備をしてきました。
後の道の駅があって温泉もいい温泉があります。あゆかけやる方が非常に寝泊まりして見えます。で結構酒盛りなんかもやって見えましたが、道の駅なんですけど、あゆかも浮かべておくところもあって皆さん楽しんで見えます。まあ、それが数年前私たち泊まった時もそういうことがあったので、まあ、今のことはちょっと分かりませんが非常にいい道の駅だと思います。はい、こちらが受付で、アルペンアウトドアとこちらのようです。はい、それではテント張ってきます。ご飯をメス店で炊くつもりでしたがちょっと面倒くさいので、電気炊飯器で炊きます。はい、炊飯器の電源オン。はい、今炊飯のランプがつきました。でポータブル電源の方が一気に180ぐらいまで回り出しました。しゃあないのかな、ビールでも飲みながらやるか。
やっと焼けるぞ。ネギマ。カラスかよ。今日は健康のためにお肉はこれだけです。はい、一応健康メニューということで、コレステロールを下げるくるみで、コーンなごうかな、これ中に入ってるの。それから山椒の佃煮にきゅうりの漬物にポテトサラダということで、うちの奥さんが作ったものを持ってきました。あと塩辛、それからネギマ。これいつ焼けるわからんな。こんな感じでやっていきます。うわー、どれ出た。いい音やね。ご飯、おう、うまいこと炊けた。夜は更けてゆく。結局テントで寝ずに車の中で寝た方が今日は暖かいかな。